日本関東地方神奈川県川崎市川崎区。砂子砂子は神奈川県川崎市川崎区の町名。2012年4月6日、現在、住居表示は未実施。郵便番号は21006。2010年の国勢調査時点での面積は11.07ヘクタール。旧川崎塾の中心部に位置し、土地は多摩川の中積定地である。 京急川崎駅が位置する他川崎駅東口にも近く一帯は銀流街や川崎銀座などの商店街を含む商業地となっているほか、川崎信用金庫の本店など金融機関も多く立地している砂子は北端で本町と東端で宮本町東田町と南端では神奈川県道百一号大木町川崎停車場線を挟んで 小川町と生端では銀流街や京急本線を境界として駅前本町と接する。これらの町域はすべて川崎区に属しており、砂後は市境草境と接していない。当地は江戸時代の川崎塾を構成した四町の一つであったが日家療養水の通水後は周辺部が高地化していった。1872年に 新橋横浜間の鉄道が開通したことにより、川崎塾は、その繁栄を失ったが、川崎駅が設置され、さらに後には、京急川崎駅も当地に置かれたことにより、当地は、駅前の商業地として発展していった。源の頼朝の時代に創建され、佐々木安綱が寄進した金の名にも、武州川崎省内小福寺と残る勝福寺は、 その後、水備していたが、戦国時代に、御北条氏の家臣であった、間宮信盛により、中高され、そして、信盛の死後、その改名から総参事と呼ばれるようになったとされる。1601年に、東海道が制定された当初、川崎塾は、宿場となっていなかったが、1623年に、宿駅となり、その4年後には、砂久根崎、新宿 小トロの四丁による川崎塾が確立した。当地には本人も所在していたが、周辺は農地であり、国高は昇法期の武蔵田園簿で415国8と余り、元禄号町では415国7と余り、天保号町では436国7と余りとなっていた。天保期の宿型名裁町によれば、家は147件あり、 農館に茶屋や旗子などの宿場関連の仕事に従事していたと残っている。宿場では天馬など負担が重い上、火災、洪水、地震、飢饉などの災害にも襲われたが、宿液時のために、幕府は、スケ号の制度化、六号の私の権益を、川崎塾に与えるなどの策をとっていった。明治維新以降、川崎塾の四町はまとめて、川崎駅と呼ばれるようになり、 町村政志向後は、川崎駅を中心として、川崎町が発足し、後に新設合併で、川崎市となった。明治以降、飛脚や天馬といった宿駅としての制度は廃止され、さらに鉄道開通により、宿駅としての機能をも失うこととなった。その後、川崎が工業地として発展するにつれ、当地は駅前の商業地へと変貌していくこととなった。また、 筆授群の軍役所や、市政施行後の川崎市役所、川崎商工会議所などの施設も設置されていった。そして、大正時代には、高地整理が行われたほか、戦時中には、臨港地区へ向かう道路も整備された。第二次大戦では空襲で、大きな被害を受けたが、その後は、商業地として再建され、商備屋や岡田屋などの百貨店も開店した。そして、 戦災復興と地区学整理事業により全良寺が緑ヶ丘霊園に移転するなど基盤整備が行われたほか駅前、本町などが分立し砂子は現在の町域となった。なお、作詞家、詩人の佐藤宗之助は当地にあった本陣の家に生まれ当地で詩の家社を主催し幅広い作家の交流、同人活動が行われていた。 砂地であったことからの地名と考えられている。なお、787年に海岸で拾った薬師像を当地に祀ったことに橋を発するという伝承がある。また、大田道館が当地でカモメる伊佐子の里に来てみれば遥かに通う、沖津ツ、風と読んだことが平安気候に残っているが、この平安気候そのものが後世の作であるとする説もある。 2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。京浜急高電鉄本線、大市線の京急川崎駅が当地に所在するほか、JR の川崎駅も近隣に所在する。川崎駅東口を発着し、川崎市や東京都大田区の臨海部とを結ぶバスが、 多く、当地を経由している。また、川崎市交通局の本局も当地に所在する。駅前から伸びる、市役所通りが砂子一丁目と二丁目の間を通る。他、南端を、新川通が通っている。また、旧東海道も、当地を南北に通っている。銀流街川崎信用金庫本店。ありがとうございます。